なんかまあまあ会いましょうって言うけど、その会いましょうが重い。結構私小さい時から韓国人、これダメかも、韓国人は大変っていうのはずっと聞いてた。PD 님이거꺼주세요카메라좀、네、カメラ꺼주세요クフキヒ。おはようございます、안녕하세요クキカップのクイコイミナ김경식입니다。昨日まで台風が来てたんだけど、昨日までお盆だったんだよね。だからお墓参りとか行ったりとかみんなしてたと思うけど、仕事でしたけどね。来月は추석じゃん。なんか설날토끼는많이그렇게しましたらな。설날토끼세배してお金とかあります、それがありますんで、추석토끼는そんなはないよ。ないの？今回してみましょう。はい、今回私たちがヘボじゃん。ヘボじゃん。そしたらあるかもしれない、ね、めっちゃ悪い人。今日も私のパート会ったりとかして、うん、結構家族と会ったりとかも付き合ってる中で、그렇지그렇고도한국에오면은꼭우리가족들을만나고자연스럽게그런게우리좀있는것같아요네그래서오늘한번이야기를해볼거는남자친구가한국사람이라고말을했을때일본인가족들의반응에대해서어땠는지듣고싶어요なるほど가족들의리액션그치리액션とか뭐크리쿤이뭐하나씩とか正直一番最初に仕事で会ったって言ったじゃないですか、で仕事で会って帰ってきてすごい疲れてたから実家に帰ったんですよ。その時にずっとチャギになんか写真送ったりとかそういうのをしてて、えなんか面白い連絡してるなって親は思ったらしくて、英語と日本語めっちゃミックスして話してて、それを見て、あ韓国人の友達ができたんだなぐらいの感じ。だから本当彼氏と思いませんでしたね。だからなんか結婚とかはとかもないし、へえ夫婦みたいな感じ、チェミケノラよそんな感じのイメージで、私もはーいみたいな、なんかテレビ見るみたいな感じ、リアリティもないし、オッパーとかは私の性格とかも知ってるから、好奇心がすごいある、好奇心がすごいあるから、好奇心が何、なんかワクワクが好き、そんなドキドキが好き、だからなんか新しいことを外国人は知ってるし教えてくれるから好きになったのかな、まあ、クリコの性格だったら分かる分かる、やっぱりクリコね、そんな考え、なんかみんながなんで韓国人って言ってて、でも別に私も K-POP とかめっちゃ好きとかじゃなかったし、だから本当に性格が好きなのかなって思ってもらったみたいな、家族は。でも心配って言ったら、心配はもちろん心配じゃないでしたかな、心配って言ったら、韓国に遊びに行くときにピエンギの心配とか、本当本当。あ、それね、もう東京に行くときも同じじゃん。だけどなんかピエンギの心配とか、一人でチャギ以外はコミュニケーション取れる人がいないから、もしそこで私が酔っ払ってどこに行ったみたいなとかも親にも連絡ができないし、それはすごい心配されてる。やっぱり親父は心配ちゃんとしますね。それならお父さんのリアクションもなんか特別思いがありますね。お父さん。あ、お父さん。お父さんはなんか正直一番それこそ結婚を心配してる人だから、ちょっと大変大変ですけど、あ、そうか、お父さんが一番心配だ。それだった。え大丈夫か、え今遊びたいからそんなじゃないの、あ違うよ、それで電話します、あのあチャングム見ます、チャングム見ますっていう話をして、あにょはせよ、そうそう、やっぱり男だから男の約束みたいな感じで、なんかまあまあ会いましょうって言うけど、その会いましょうが重い。これダメダメダメ。その後にチャギが日本に来て私の実家に来た時とかは美味しく食べてくれるし、すごいよく質問するから、すごいなんか良かったっていうのがあったみたいな。あ、근데とりあえず絶対外国人이고、日本と韓国もそんな悪い関係もありますし、それでそれについて心配とかは全然なかった。あ、おっぱいはありましたね。両親は？両親はそんな考えてない。本当？逆に両親があるこう、おっぱがないと考えました、ね。おっぱはすごい歴史とかが好きだし、この国の人と一緒で一緒にいて大丈夫なのかなとか、外国人でコミュニケーションが取れないんじゃないかなって、おっぱ自身も。おっぱもなんかチャギが韓国語だけでしか話せなかったら、妹がこんな風な人ですって言いたくても伝わらないとか、そうそうそう、で理解もしてくれなかったりしたら、とか一緒にお酒飲む時も面白くないんじゃないかとか。面白いじゃないの。だけど最初よ、それは心配してて、あでもみんな本当に結婚と永遠が違う感じだった、外国人だから、なんか心配してない理由はそこにもあったのかもしれない。아니그러면은
뭐 이렇게 이간관계 뭐 사이키 와르이고 그래서 타마니 타마니 한국과 일본은 타마니 문제가 아리마스잖아요. 미치는 양 고카이는 문제가 100% 뉴스니 아리마스잖아요. 소리 떡과 밑에 심판이 뭐 어찌로 아르는잖아요. 例えば 일본人でも デモする人もいるし 総理大臣 嫌いっていう人もいる けどその人たちと私も関係ないじゃん。 そんな風に見てる。だから別にデモする人だからイコール韓国人がチャギっていう考えではなくて、キム・キョンシックンっていう人で見てるから、 そこは心配してないっていうのが。ちょっとオープンマインドでしょうな。両親、そこはすごいある。よくし、これから両親そんなにオープンマインド両親で、なんでこんな子供がなんで生まれましたんか。どうやって生まれましたんか。あ、うざい。友達とか親戚とか家族とか、そんな多い人たちの中で韓国語嫌とか、そんな人ももちろんいるじゃない。あ、いますじゃない。私のお母さんのお兄ちゃん、三촌、三촌、うん、외삼촌とかはすごい歴史が好きで、大学でも歴史専攻してて、そんな人正直そういう偏見っていうか差別みたいなのは持ってるから、結構私小さい時から韓国人、これダメかも、韓国人は大変っていうのはずっと聞いてた。でも私大学で韓国語チョイスしたし、みんな結局私が選んだ人だからっていう考えでやってるから。あ、でも一番心配するのはやっぱ結婚のことだよね。逆に最初は遊んでじゃないけど、面白いから付き合ってるんだろうな、だんだん長い時間長い時間ってなってきたら、あれ結婚とかどうすんのっていう心配は逆に今の方が。그렇지그렇지もちろんいいじゃん。なんか最初なんか、あ、楽しそうだな、その後実際に会って安心、その後めっちゃ長いからあれっていう心配。考えより長いんで、考えよりディープんで、その考え。작년에처음으로이제크리코이제본집에갔었었는데그때크리코엄마가계셨었어요처음만나자마자거기서같이엄마랑자고하루종일같이있고했었는데솔직히가기전에는좀뭔가좀무서운것도좀있었지당연히어쨌든도쿄とか시티잖아요이거좀이낙하잖아요그래서모토소나칸가요좀아루까나소나칸가요마시는데좀칸가요리너무와크로미니話しますよ。もう、どうも편하게아들처럼막대해주고이러니까。なんかちょっと私の家族のスタイルって、今でも同じ部屋で絶対寝るし、そういうのも理解してくれる。でも結構と、結構これがめっちゃ強いんで、それなら家族の一寝ますか？一寝ますか？それなら。ん？あさって。え？それならそれも結局なんか韓国人だから強い心配とかは実はなかったね。外国人だからっていうカテゴリーではないよ。あ、逆に周りの方かな、家族よりも、なんかへさの人とかチングとかの方が強い。だって意外ね、韓国人意外。근데분명히또어디たちを見ます人たちがなんていうか、日韓カップルとか日韓夫婦もありますじゃないの。근데100% あると思いますよ。そんな人一人もあると思いますよ。両親とかがちょっと好きじゃないとか、でちょっと今度はインサに行きたいけどどうしようとか、そんなとか、あるいは夫婦がそんな両親을心チェンジになりますとか、なんかこっちはこっちの両親めっちゃいいねって言ってるけど、こっちの両親はめっちゃ嫌いとか。なんで私の両親なんかが嫌いとそんな話しんごや。例えばちょっと待って、お母さんに会うのも待ってとか、兄ちゃんに会うのもどうしようとかあったけど、でも会ってみたら何もない何もないというか、同じ人間いらないから知ってますにか。 We are the world ね。 We are the world。 やっぱり心配だけど会ってみたら安心するところもあるから、会ってみるのが一番いい、いいし、だけど私性格はいいじゃん。에이아니근데이아니그혼또무슨어뜻이와오카상도이해는이렇게봤었는데오카상경식권밥먹어야돼밥먹어야지そんな人いません무슨오카상과경식권これ私がチクリマした아이고맛없어そんな人いません大体아맛있어요 PD 님이거꺼주세요카메라에서あんまり不安なインフォメーションを私が言ってないのも맞아それでもうちも同じや私も同じや。すごくこれはみんなもやってみてほしいんだけど、なんか全部悪いところとか、自分が例えば今日喧嘩して泣きましたっていうのとか、絶対、あ、例えばそんなことないじゃないよ。例えばチャギがやんまるとか、そんなもうそんな時ないじゃないよ。チャギには怒るじゃん、やんまる、いやそれですけど、絶対そんなことを家族に話さない。あ、絶対そんな時がないんで、무슨얘기라는
지금 PD님 좀 스톱해주세요. 진짜로. 네, 자기는 물론 아, 완전 진짜 진짜 맞아 맞아. 물론 한국人っていうだけでちょっと心配も本当はあるかもしれないから私が不満っていうことを家族に言うメリットってないと思う。ないにか 나쁜 포인트가 그리고 오늘은 이렇게 쿠리코가 한국인 남자친구 이걸 말을 했을 때 가족이나 주변 사람들에 대한 생각을 말을 해봤고 다음 네. 영상을. 어, 저 자기는 뭐 듣기다. 그러니까 다음 영상은. 네? 이마? 이마じゃないの? 古い テレビ 古い... 에? 이마... 이마じゃないんですか? 저 소리는 이츠? 아시타 아시타구나 무서워 무서워